はい、どうも、議長です。ですね、まあ、デッドバさっきやってたんですけど、アップデートが入ったんで、はい、Wii U のね、ゲームアーカイブのロックマンエグゼをやっていこうと思います。エグゼはね、もう、ほんと素晴らしいゲーム、昔のね、ゲームボーイアドバンスでこれめっちゃやってた。俺、始めたのは3からなんで、1は実際やったことないんですよね、その途中、あったかな、1回。BGM が素晴らしいでしょう、まあ、続きから全く記憶いないんで、初めからやっていきます。デッドくん、あざだよ。あざだまだだよ。そんな感じ？ ちょっとした逆じゃん。これ今だったらね、草生やしてるって言われるよね、絶対。カオスンの実況チャンネルさん、確かに、かっこ、笑い。いや、本当に。もう懐かしい。この BGM なんか聞くと泣きそうなる、なんかな。ああ、すごいな。疑似人格型ナビゲーションプログラム、ロックマン X。ロックマンもこっちに目合わせてくれないもんね、これね。絶対ちょっと目そらしてるもんね。まだ、こっちはこうね、声目合わせてくれてるけど、ロックマンの方は目合わせてくれませんからね、これ。教室内にさ、同級生をさ、割とちょっと一歩引いて悪口言うて、なかなかでもない。お、デコビカリ。ああ、一応初心者とか見たことない方もいるからね。なかなかいい心がけで、じゃあよく聞くのよ。パーソナルターミナル。あ、パーソナルターミナルなんだ。なんか3文字だから、もうちょっと、もう1個なんかね、略してペットっていうの。つまり個人用の携帯情報端末ってことね。簡単に言うと、電話以外の機能がいっぱいついた携帯電話で、ところかしら。スマホなんだよな。ああ、スマホなんだよな。タブレットなんだよな。ああ。ここが一番、まあ、Siri かな、これを。なんかよくそう考えるとさ、昔のゲームの設定がなんか追いついてきてるってすごいな。どこの床屋ですか？うるせのチビが。リリーじゃなくても普通に失礼だよな。いいな、こんなやつやりたいな。これみんな静かに。世界でも授業しなきゃいけないんだね。懐かしい。
ドゥン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 。あ、その音なんだいな。はい、そうなんです。キャノン、キャノン、ダブルキャノン。はい、もうこれ面白かったよね。いいっすもんね。いやー懐かしいなー。次の問題です。エリアシールね、後半使わないけど対戦とかだとすごく有利なんですよね。アドバンスのゲームだけど、今でもやっても楽しいと思うよ、これは。カオスンの実況チャンネルとエリアスチールからコンテバスターとか。あ、懐かしい。俺あれだな、エリアスチールで相手のエリアを1列か1マスにして流星群とかね。あ、そこ。同じ組み合わせがもう一回できるっていう。はい、ヨガ上手。例えばアドだっけ。ホルダーオープン。あっと、最初ってそうなんだ。まあ、今2だったか3はね、選んでアドを押すと選んだ枚数だけ下が開くっていう仕組みでしたね。おろろ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 。今まで習った情報駆使して戦うぞ。これで授業終わりか。ガットマン。なんでお前がそれを言うんだよ。こういうとこにね、人形
小屋のセキュリティのシステムのプログラムです。家の前に火の小屋があるだけで泥棒に入られる確率が低くなるんです。私はいわばこの家の番犬といるところでしょうか。あ、そうそう、こういうのがね、書くところがあるから、これいきなり授業で習ったやつとは違う強いやつ出てきたんですけど、電池が火を吹く事故のこと、朝メイルちゃんが言ってた事故のことだね。もうさ、もう絶対さあダメな顔してるよね。絶対さ、もう悪人面がすごいよね、これ。ロックマンめっちゃ好きなんですよね。インターネットでもやってるよ。いいね、今の俺と一緒だよ。出る気はまだ早い。無理に隠すつもりはないが、ママに見せるつもりはない。こういうなんかね、一言が結構好きなんですよね。バスティングの時は普通の今みたいな雑魚戦は動いたマスだけど、ナビは確か速度30秒以内だとレベルが9ぐらい上がるんだったかな。1分だったか30秒だったか。はいはい、あんだけねお膳立てされてりゃそうなるってわかるよね。この距離でね、いける？まず水消さなくて大丈夫？とかそこら辺は使いづらいんで、手ごわいよ。おお、気をつけていくぜ。メットール1匹、こいつより弱いビーさんというか。誰だ？まあ、そうでしょうね。あなたでしょうね。それさ、自分で言わない方がいいんじゃないの？え、なかなか頭が切れるガキだ。もう分かんの？もうね、やっぱ。なかなか頭が切れるガキだ。ほぼほぼ自己紹介してんのに、こいつじゃないわけないんだよな。ウォーターガンだったらここにさ、いいの。あ、結構